はい、皆さんこんにちは。9月22日木曜日でございます。いかがお過ごしでしょうか。今日もアバン市カリフォルニア州アメリカからお送りいたします。コーチアレックスでございます。いつも見ていただきましてありがとうございます。感謝でございます。さて皆さん、今日はね、大谷さんが休みと思ってましたらですね、なんと9回の表ピンチヒッター、まあ代打で出てきましてですね、なんとダブル打ちましたよ。まあ1打数1安打とかってぐー100割ですよね。9回1回だけで。それでね、あの9回にまあずーっとね3対3で来てたんですけど、最後にね2点取られたんですね。まだ9回の表でチャンスがあったんですよ。1番バッターをね変えなきゃすればよかったんだけど、コーチは何にも変えないで、その人は三振、大谷さんがダブル、その後にレンギフーは三振、マイク・トラウトが三振、一体どうなってるのかって。まあ今からねプレーオフには出ないんだけど、相手のまあテキサスレンジャーもプレーオフに出ないんだから、ある程度はねもう勝ってほしかったんですけどね、もうやる気のなさがちょっと見えたんですけどね。まあ頑張ってはいたんでしょうけどね、我々に、私にはちょっと伝ってこなかったです。まあ、いずれにしてもね、木曜日なんですけど、大谷さんがほら、休みでトラウトが DH になってるんですよね、今日もね。ところが9回のあれに、で、大谷さんは9回の代打でダブルということで、1打席アップ。で、大谷さんがですね、明日大谷さんがピッチングをしますので、ぜひ皆さんの応援と、我々も楽しみしております。非常にね、大谷さんの MVP がかかってますんで、ただ、大谷さんがこれ聞いてプレッシャーにならないようにお願いしたいんですよね。大谷さんはマイウェイでゆっくりやっていただいて、今まで通りやればもうノープロブラムですよ。だからね、あれも話もいろいろ聞いてましてね、まあ確かに今ニューヨークヤンキースのジャッジがね、もうすごいデカデカっていろいろやってるけど、大谷さんはね、まあ、地道に頑張ってるんで、まあ投票者の人たちはね、多分大谷さんが MVP じゃないかなと私は思ってるんですけどね。まあそれは後から。じゃあとりあえずですね、大谷さんのねダブルをね、初球を打ちましてね、それちょっと見せましょうかね。その後にもいろいろあるけど、それはまあ後でゆっくり後ろの方にちょっと見ていただければと思っております。それでは参りましょうか。はい、どうぞ。Gotta get on base for Otani here. There's Monday Key for the game today. Going back to it, back in the saddle again. Well, you have to get some base runners. The 1-2. だ彼が言ってるのは、そのほら9回の表ですから。ベースランナーがあればね、大谷さんが打ったら必ず点数が入ってきますよって言って、でも残念ながらこの人が三振してますからね、これ困ったもんだ。ほら、本当にね、こんなボール、まあ、どうなんだろうね、今、フォークボールなのか。で、大谷さんはこれ、一気初球、ほら、見て。アンリアルということはね、まあ、あとはあれしますけど、大谷さんがスタンドアップダブルということでアンリアルでございますね。それ以外にレンギフォーとかマイク・トラウトの三振はまた後でぜひ見ていただければと思っております。それではね、今日は MVP ですね、MLB の方にですね、このアントニー・カストロベンツという人がね、記事を書いてるんですけどね、2020年の最も奇妙な、まあ、クレイジーな、奇妙で、最もワイルドで、最もクレイジーな時計ということでね。まあ、一言で言うと、Unbelievable Stats from 2022ということでございますね。彼が出しております。これをちょっとね、皆さん、どんなスタッツかね、聞いていただきましょうか。はい、では、お願いします。桜ちゃん、よろしくお願いします。2022年の最も奇妙で、最もワイルドで、最もクレイジーな統計。いくつかの野球の数字はわーっと思わせます。他の人はあなたをうわー、待って、何と言います。ゲームでの奇妙な出来事が好きな人のために私たちは用意しました、うん、まあ要するに素晴らしいという意味もあるんですね、この中に。クレイジーなっていうことは普通はできないことですよと、ありえない、アンビリーバブルということもあるんですね。はい、どうぞ、次は、サウラちゃん。野球のほとんどすべてに番号をつけることができます。うん。そして時には、それらの数字は唾を吐く価値があります。すわ、これアメリカで。2022シーズンの22の奇妙でワイルドな数字を以下に示します。
今シーズンのクレイジーな統計が全て含まれていることを約束することはできません。結局のところ、野球はかなりクレイジーです。しかし、これらは私たちのお気に入りの一部です。全ての統計は水曜日の試合のものです。MLB.com の研究者でレポーターのサラ・ラングス氏がこのリストを作成してくれたことに特に感謝します。なるほどね。で、そのサラ・リングさんはね、何を取ったかというと、これなんですね。この話をしてるんですね。大谷さんのホームランはね、すごいですよと言っておっしゃるんですけどね。これちょっともう一回見ていただきましょうか。はい。1-2 pitch to Otani, a swing and a high fly ball, well hit out to right field, Tucker looking up, and that one is gone! Triple homer! He was on the mound last night picking up his 12th victory of the season. Shohei Otani went down and got an off-speed pitch, hits it out, curve... 低いのね、カーブボール、オフスピードピッチ持っていったよという話をしてるんですね。はい、ということで、まあ、すごいものでございますね。そして、これですね。まあ、続いてますからね、先ほどこの話はね。はい、どうぞ置きましょう。はい、ではお願いしましょう。1.93。これは、大谷翔平が過去2シーズンに打席で集めた長打数と、同じ期間にマウンドで許した長打数の比率です。OK、これは一般的に引用される統計ではありません。おう。なぜなら、大谷の前は、そのような馬鹿げたことを調べる必要は全くなかったからです。しかし、それはおそらく史上最高の野球の才能にとって、この2シーズンがどれほど素晴らしかったかを説明する別の方法です。お、彼の健康とスケジュールが彼を解放し、彼が思い描いていた二刀流のスターになった2シーズンで、大谷は打者として147の長打を記録しました。ジャッジだけが150で、それ以上の長さを持っています。うん。投手として76回の長打安打、そのスパンで少なくとも270イニングを記録した6人の男だけが、それより少ないことを許可しました。したがって、ホームで得点している場合は、許可されている長打数のほぼ2倍になります。うんうん。ちなみに、2022年の大谷の148オクスプラスは、MLB で10位にランクされているフアン・ソトにわずかに遅れをとっています。そして、彼の165エラプラスは、マックス・フリードより1ポイント高く、MLB で6位にランクされています。ジャッジはおそらく ALMVP を獲得するだろうし、それに値する。しかし、うわぁ、と驚かされますし、間違いなく大谷翔平は今まで見たことのない MVP 以上の活躍です。それですよ皆さん。大谷さんの活躍は今まで見たことない素晴らしい活躍です。だからもう迷いもない何にもない大谷さんが MVP だということをね、私は言いたいものでございます。あくまでもね、皆さんね、僕はブーブー言ってもあーあいと何言ってもね、あくまでも決めるのはですね、有権者、投票する方々なんですけどね。ですから我々はね、気持ちだけ入っておりますんでね。そして、最後の方は、これではどうでしょうか。はい、お願いします。桜ちゃん。2年連続 MVP を目指す大谷には、シーズン200奪三振、あと14イニングに迫った史上初のダブル規定到達の期待がかかる。うん。うん、60発スラッガー VS13 勝&34発の二刀流。熱いバトルは続いていく。そういうことですね。まあ、簡単に言うと、スラッガーの60発スラッガー。そして、34発と13勝の、まあ、二刀流。これもね、ないのよ。で、私わかるのよ。ユー・ドービッシュのチームに、トロントブルージェイズというチームにいるんですね。もともとエンジェルスにいた、彼ですね。彼はね、自分はこの間、去年負けましたから、今年はね、もう彼がね、ジャッジが取るべきだと言って、ジュニアですね。ガレロジュニア。
だけど自分はねその当時に勝てたんだって、勝ててないじゃん彼だってね、あの二刀流じゃないんだから、そりゃもうないって言ってんだけどね。まあでも人はね、そのいいこと、あの本人はたちがねそう思うんであればそれは問題ありません。はい、ということでこれですね。あとは大谷翔平、次回登板は24日トゥインズ戦に正式決定したという、監督代行のね、うちの監督代行の、は、豆はもう大丈夫だよと。はい。小谷さんはね、豆は飛ばして、俺は豆だぜ、待ってろ、行くぞっていう感じでございますから、まあ、小谷さんのね、素晴らしいですからね。さあ、行きましょうか。それで、ネビン監督でしたね。代行か、ネビンね。はい、どうぞ行きましょう。右手中指豆は、大丈夫だ、うん、何の問題もない、うん、エンゼルス大谷翔平投手の次回登板は23日日本時間24日の敵地ツインズ戦に正式に決まった。フィル・ネビン監督代行が21日同22日目の敵地レンジャーズ戦前に明らかにした、うん、大谷は前回17日同18日目の本拠地マリナーズ戦で7回8奪三振3安打無失点と好投。右手中指豆の影響を感じさせない投球で13勝目を挙げた。右手豆についてネビン監督代行は豆は大丈夫だ、前回登板では7、8回投げた、大丈夫だ、何の問題もない、登板間のいつもの練習をこなしていると話した。大谷はこの日の試合前に2日連続でキャッチボールを行った。メジャー初の規定投球回まで14イニング、シーズン200奪三振まではあと4個に迫っている。これですね。もうとにかくこれは行くでしょう。はい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 。ということでございますんでね。豆は心配ない。もう大谷さんが豆ですからね。とにかく素晴らしいでございますけどね。はい、続きまして、皆さんもご存知だと思うんですけど、もうね、もうそろそろシーズンが終わりに、連れてですね、また、トレードの話が飛び込んでいます。たくさんの人のトレードが書いてありますね。その中で私は大谷さんだけの部分を取りましたんで、その前のあの、頭書きですね、あの、書いてるのはこのように書いてました。どうぞお願いします。桜ちゃん。2022年の最も圧倒的なチームの MLB オフシーズントレード。MLB チームは、レギュラーシーズンの最終週にポストシーズンの運命を固めますが、一部のチームは、10月に野球をプレーできないことをすでに知っています。だよね。この位置にいることを知っている再建チームであろうと、単に期待にいらえられなかったチームであろうと、いくつかのクラブは最終的な目標を達成するために劇的な変化を起こす、必要があります。うん。ここでは、2022年の最も圧倒的なチームからのオフシーズンのトレード候補をいくつか見ていきます。これらのプレイヤーの名前のいくつかは、トレード期限にアクティブでしたが、配られませんでした。オフシーズンは別の機会になります。うん。配られませんでした。要するにトレードされませんでしたということですね。ということでございますので、じゃあですね、その中に大谷さんが入ってました。完全に入った、入った。じゃあ、桜ちゃんお願いします。トレードの議論で触れてはならない選手がいるとすれば、それは大谷翔平だ。この男は長年の MVP 候補であり、今シーズンはサイ・ヤング並みのピッチングができることを示した。間違いないです。しかし、大谷が最初に彼をトレードしなければ、2023年シーズン後にフリーエージェンシーでロサンゼルス、エンゼルスを去る可能性がますます高まっている。エンゼルスは大谷の5シーズンでポストシーズンに行ったことはありません。彼らは実際にはマイク・トラウトがポストシーズンに登場した2014年以来、それを達成していません。大谷は客観的に見てエンゼルスではない勝利のフランチャイズでプレーしたいと思っていることは明らかだ。エンゼルスが再び争わないことは明らかだったので、チームは今年の締め切りに大谷とトラウトについて電話をかけていた。彼らは月曜日のシアトル・マリナーズ戦で公式に敗退した。うん、大谷は過去2シーズンで80本塁打を放っているハイレベル投手。
彼のトレード価値はかつてないほど高い、うん、彼がこのオフシーズンにエンゼルスとの延長に到達しない場合、2023年のキャンペーン中に絶望が始まる前に彼をトレードする方が理にかなっています。確かにね、そうじゃないと何ももらえないね、あの出すということはね。まあということで、このような今日現在こういう話が出ておりました。そして、今日のメンバーはこういう感じでございます。僕は大谷さんここに置いてますからね、後から出てきましたからね、ルイス・レンギフォーですから、マイク・トラウト、テイラー・ワード、ルイス・レンギフォー今日はねショートやってるんですね。マイク・トラウトはもちろんセンターですけど、今 DH で今日は大谷さんが休みということで、テイラー・ワードはいつもライトでございます。マット・ダフィーはね、三塁行ったり、あちこち行ったりするんだけど、一応今回は三塁ですね。それで、マイク・フォードはもう一塁。ジョー・アデルはレフト。カート・スズキが今日出てましたけど、彼は、あれですね、キャッチャー。そして、マイク・ステファニック。マイク・ステファニックも何があったんだろうね。まあ、大谷さんのね、バッティング見てるとね、バットがね、こう、まっすぐ止まってるでしょ、このバットが。このバットがね、ステファニック場合、寝てるの、こうやって。だから昔ね、お話聞いたことあるんですけど、こうやってね、バットが持ってきた時に、この長さがあるでしょ、こうやって持ってきた時に全部当たるのよ。でも、これだとね、こうだって寝てるとね、ファってきたらさ、なんかね、上から下までこういうふうにね、当たるっていうんですけど、日本の方が私はいいんですけどね。まあとにかくステファニックのあまりこれでマグネシアも彼もねちょっとね確かに足速いでも打てないということでございますんでね、そしてですねこのピッチャーですけどもマイク・ローレンゼンは今日良かったですよ、ただし最後の方でねちょっとね相変わらずちょっと負けちゃってしまいましたってことね。ということで今日はですねここに見てだけは分かりますけれどもテキサスは1位で大谷さんのところは3つ、点を取ったからこれはもういけると思ったらねここまで同点されたんですね。ここでその後のここの2点はね上げるべきじゃなかった、それを誰が上げたのじゃというとはい、それはちょっとね上げたのじゃというとねまあ、その前にですね、じゃあそうしましょうかね。これがね、誰が挙げたのじゃとか先に行きましょう。はい、ロレンゼンですね。彼がですね、5イニング投げまして、2ヒット。まあ、彼のね、置いてた人もいたからね、結局は実績点3点挙げたことになりますね。ストライクアウト7。悪くないんですよ。パパってことで、ループ来て、2人ぐらいをなんとかしてくれましたね。で、ボンツが1対1。で、この2人残したものが、ケハダがそれを全然ダメだったですね。ここで2点も上げてしまいました。その後にもちろん1イニングなんとかやりましたけど、その2点をね、結局はね、8回に上げたんですよ、皆さん。これ見てください。8回ですよ、8回。8回の裏に上げた。もうあと1回しかないから、それをね、もうね、大谷さんだけがダブル、それ以外はみんな三振でございますからね。いやいや、悲しいものでございます。はい、ということでございます。今日は明日、高校が14勝にしたいものでございます。皆さんも応援をぜひよろしくお願いいたします。そして、34号、これはそのままです。で、明日ですね、ここのコーナーも変わります。はい。196から200以上は行くでしょう。それを楽しみと。で、残り試合がね、まあ、13ぐらいかな。これはね、まあ、最後になったらまたもっとわかりますけど、という感じでなっております。で、今日は、ご存知のように、9月22日でございますからね、ここ、はい。22日。じゃこれをね、21日、はい。で、これが20日でしょ。で、これが21日。で、これが22日。はい、ということでございます。で、明日大谷さんがミネソータトゥインズの方にミネアプルに行くから、それでまあピッチングをされますんで、皆さん応援ぜひよろしくお願いします。これを楽しみですね。ここ行くと全部こうなんですけど、1日前ですね、こう流れから行くとね、それを楽しみです。そしてこちらは相変わらず変わっておりません。あんまりね変わってないですね。
ということで今日も勝っておりませんので、おされがないんですけど、1回の音あ頭の部分がですねいろいろまた入れて、皆さんぜひ見ていただければと思っております。ということで、またここでですね、はい、皆さん、the Marlin organization, 11 at bats with the Angels this season. He is an athlete. I mean, he was almost three courts when it comes to yoga and meditation. That all happens next right here on Angels Live. Fall down and balance everything out. We're going to tell you who's on the hill for the Rangers and what the lineup looks like. Backs is getting ready for this third and final game of the series. And looking for a series win after a split in the first two as we welcome you back. And guess who is not in the lineup? Yes, one Shohei Ohtani, a very rare day off, but it makes sense. He has been grinding. He is the most games played of any Angel, and he's pitching tomorrow. Angels baseball on Bally Sports. It's the Halos closing things out here in Arlington, Texas. The series finale, the rubber match against the Texas Rangers at Globe Life Field. Welcome inside our broadcast for the Angels head to Minneapolis. So it's Lorenzen versus Martin Perez. It's a good one on tap. A little matinee baseball for you. Lineup's first pitch all coming up right after this. How about just before your old buddy, Mike Trout, they share kids and friends for life, for sure. Those two were series finale. Renifo leading off, followed by that man, Mike Trout. Then it's Taylor Ward, who's been red hot. Matt Duffy hitting cleanup. It's Mike Ford, Joe Adell. Kurt Suzuki is back in the lineup for the first time since late August. Drilled to left Sierra. Renifo is being sent. And he is safe at the plate. Trout. And he's got another hit. Runners being set. Mike Trout is in there. And Ward to second base. Also in there. He's going to hold. Got to get on base for Ohtani here. Honey key for the game today. Going back to it. Back in the saddle again. Well, you have to get some base runners. The 1-2 to Soto. Swing and a miss. That's a strikeout. One to Pete. And we'll pitch tomorrow night in Minneapolis. Driven down the right field off the bench and stand up double. Unreal. I mean, come on. The guy stopped. Renifo chases. And he will be a strike. And they do. See you later. Alligator. See you later. Alligator. 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 ということでございますので、皆さん、それでは見た明日も皆様お目にかかります。ありがとうございました。